日本共産党の笠井彰です。中小企業対策なんですが、菅内閣は6月18日、中小企業憲章を閣議決定いたしました。私これ作られた冊子、持ってきましたけれども、総理に伺いたいんですが、この憲章の意義について総理大臣としてどこにあるというふうにお考えでしょうか。端的にお答えください。菅直人内閣総理大臣。言うまでもありませんけれども、中小企業は我が国企業の中で 99.7% を占め、雇用の7割を占めているわけであります。実は APEC の中でも他の国からも中小企業の重要性についてかなり言及がありました。そういった意味で、この中小企業というものをしっかり支えていくことが日本の産業、さらに経済をしっかりしたものにしていく、まさに日本経済を支える屋台骨が中小企業だと思っております。そういった立場でこの中小企業憲章においてこうした中小企業をしっかりと位置づけると、そういう意味を持ったものとして位置づけ、必要な支援を行うという方向性を出す、そういう性格のものだと認識しております。笠井君。この憲章は経営者、自営業者の粘り強い運動が政治を動かしたものであります。同時に憲章を作って終わりでは意味がありません。今こそ中小企業の支援を抜本的に強化しなきゃいけない。とりわけリーマンショック後、仕事量が激減をして2年経ってもいまだに回復していないと。全国商工団体連合会の営業動向調査では、仕事が5割減が 20%、 3割減が 30%、 その先の見通しが悪くなるが 60% にも達しています。中小企業家同友会、全国協議会でも同様の結果であります。仕事が欲しいというのが中小業者の一番の声であります。今こそ少なすぎる中小企業予算を抜本的に拡充して、中小企業の技術の開発、販路の開拓、後継者の育成など立ち入った支援が必要であります。そこで経済産業大臣に伺いますが、仕事を起こしとともに大事なのが資金繰り対策であります。この間実施してきました景気対応緊急保障、これは中小業者に大変喜ばれてきたものでありますが、その実績、数字を端的にお答えください。大畑産経大臣、経産大臣。笠井議員のご質問にお答えを申し上げます。大変ご指摘のように、この緊急保障というのはリーマンショック以降、大変地域の中小企業者には有効な対策でありますし、また実績も大変上がっております。例えば、実績申し上げますと、平成20年の12月、これはリーマンショックの直後でありますが、13万7294件、これ、12月の1か月でありますけれども、これが金額では3兆1000億近くの金額が出ておりまして、大変有効だと思います。さらに、去年の平成21年の12月時点では、6万7240件、そして、金額的には、1兆円規模と、こういうことでありまして、リーマンショックの時直後は、大変多くの方々から要求があったわけでありますが、去年の12月時点では、おおよそ半分ぐらいになってきたと、こういうことでは落ち着いてきておりますが、やっぱり傾向から見ますと、12月に大変多くの要求があるという実態であります。笠井君。この緊急保障があったおかげで助かったという方がたくさんおられます。例えば出版業は当初指定業種ではなかったけれども追加指定された。保障が承諾された都内のある出版社の社長は、これでなんとか年を越せると、商売が続けられると喜んでおられました。ところが政府はこれを今年度限りで
来年3月末で打ち切るというわけでありますが、なぜ打ち切るんでしょうか。委員長。大畑大臣。この問題はこの予算委員会でもいろいろ論議をされました。この景気対策の緊急保障というのは今ご指摘になったような形で大変使い勝手がいい、内容的には委員もご指摘ご存知だと思いますが、中小企業が返済できなくなった場合には信用保証協会が中小企業に代わって債務全額を金融機関に弁済するという制度でありまして、リーマンショック以降大変有効に使われてまいりました。一方で全額保証ということで、貸し手である金融機関が全くリスクを負わないという制度でありまして、この結果国民負担が増大する恐れもあると、こういう弊害も指摘をされました。そういうことから今回これらの指摘を踏まえまして、来年3月までの期限切れを控え単純延長は行わないということにさせていただきました。ただし年末年始はこの制度が使われるわけでありまして、先ほど申し上げましたようにこの制度の一番の利用というのは12月に集中しております。先ほども20年もそうでありますし21年度もそうでございます。したがって3月までまで使った以降ですね、4月以降におきましてもどうするかということでありますが、中小企業の資金繰り支援というのが大変重要であることは事実でありますから、来年度以降においても増加する中小企業の借り換えニーズに応えるために借り換え保証の拡充推進、2点目には業況の悪化している中小企業向けのセーフティーネット保証や小口零細企業保証等における 100% 保証の継続、そして日本公庫による直接貸し付けの充実などを行ってまいりたい。そして補正予算では5600億円の計上しまして15兆円規模の貸し出し枠というものを確保しまして、いずれにしても年末年始の年度末あるいは年末年度末の資金繰りには万全を期してまいりたいと考えております。委員長。笠井君。いろいろ言われたんですが打ち切る理由にならないと思うんですね。例えば金融機関がリスクを負わないからということを言われましたけれども、打ち切られて困るのは中小企業の方であります。なぜ中小企業はそのしわ寄せを受けなきゃならないのかという問題がある。それから例えば今言われた中で小口零細企業保証というふうにありましたけれども、これは対象が限られてますね。大臣に伺いますけれども、この小口零細企業保証というのはどういう要件を満たさなければいけませんか。要件だけ言ってください。委員長。大畑大臣。小口零細企業保証の要件でございますが、商業サービス業の場合は従業員5人以下、それ以外の業種は従業員20人以下の小規模企業者に対する融資でございまして、保証利用残高は1250万円を限度に信用保証協会が全額保証を行う制度であります。笠井君。今言われましたけど、その要件から1人でも1円でも外れると一般保証になってしまうということであります。一般保証では2007年10月に当時の自公政権が部分保証を導入して8割しか保証しないということになった。金融機関が2割のリスクを負うことから保証承認額が急減してしまったわけであります。こうして零細業者の資金繰りの命綱である保証すら利用できなくなる状況が広がったというのが現実であります。今回緊急保証を打ち切ることは資金繰りの命綱を丸ごと奪うことになってしまうと。銀行の中小企業向け貸し出しというのは3年連続減少であります。中小企業に必要な資金供給を行う責任を果たしていない。この銀行の姿勢を正すのが根本でありますけれども、少なくとも一般保証に部分保証を導入した責任共有制度は凍結すべきだと言いたいと思うんです。菅総理、伺いたいんですけれども、2009年度の第二次補正予算、これを編成したときに財務大臣でおられました。あの補正予算では緊急保障制度が昨年度末で切れようとするときに、景気対応緊急保障として1年延長して対象業種も全業種に拡大をしたと。総理はあのときなぜそうした支援策を講じたんでしょうか。総理が取った政策。
いや総理は取ってます。当時大臣じゃない。大畑経産大臣。当時大臣じゃなかったでしょ。総理の策ですよ。いずれにいたしましても、先ほどご指摘を賜りましたけれども、さまざまな状況下において、この小口零細企業保証問題についても、リーマンショック以降の1年間においては、13万件の利用があったわけでありますけれども、聞いてる話じゃないじゃないですか、あの時そういう策を取ったかって聞いてるんですよ。最終的には、まあ、状況を踏まえて、そのような対策を取らせていただいたところであります。委員長、菅大臣がおっしゃった 財政演説、ここにありますけれども、あの時こう言われたんですよ。経済の現状は持ち直してきているものの、自立性に乏しく、いまだに厳しい状況にあると。雇用情勢の一層の悪化やデフレなどリスクが存在して、経済が民主主党の力強い成長経路に回復するための基盤は依然として脆弱だと。だから1年間炎上して、そして全業種にするということで、あの時出資取られたと。あれから10ヶ月経ちましたよ。中小企業をめぐる情勢っていうのは、当時総理が述べられた現状認識とか変わって、この緊急保障を打ち切っても大丈夫と、もう良くなったんだというふうに改善したというふうに思われますか。いかがですかと。菅直人内閣総理大臣。まあ、リーマンショック後の、まあ、極めて、受注が減った時期、私も大田区などに行って、ある時期はもう8割減とか9割減といったことがあったという話も現場でお聞きしました。まあ、そういう時期からすれば、まあ、現在十分とは言えませんけれども、当時に比べればある程度受注が戻っている。まあ、業種によっては完全に回復しているところもあるというふうに聞いております。まあ、そういった意味で今大畑大臣からも話しましたように、もう完全に大丈夫だから単に辞めるというふうな趣旨ではなくて、それに代わって、必要なフォローはしっかりするという前提の中で、まさにリーマンショック後の緊急的な状況の対応については、一応、ややこうそれよりは回復した中で、まだまだ問題があるという認識の中で、対応の仕方を少し変えたという、そのように私は理解しております。葛西君。延長したのはリーマンショックから経ってからですが、その時に比べても、当時に比べて良くなっていると言われましたけれども、この今回の新成長戦略に向けたステップ2の文書を見ましてもね、そんなこと言ってないですよ。我が国経済雇用の動向を見ると、3段画面のステップ1、決定以降も回復力の弱さや、先行きの下押しリスクも、示す動きが、続いていて、景気をめぐる環境の厳しさが増していると言ってるんです。増していると。政府自身が一向に改善していないことを認めてるじゃないですか。とりわけ今、中小企業は慢性的なデフレの上に急激な円高が襲ってきて、一層苦境に立たされているわけです。原油原材料価格もじりじり上昇に転じてます。都内のあるメッキ会社の社長は、銅が300円から700円に、ニッケルが1000円から7000円に、金が1000円から3200円に軒並み高騰していると言ってる。仕事が減っている中で、高騰分を単価に上乗せなど到底できないと、ここまで言ってます。悲鳴上げてるんです。こうした中で、とても緊急保障を打ち切れる状況にないっていうのはもう明らかじゃないですか。他にいろいろ策取ってるというけども、ついこの間第二調整の時に財務大臣だった総理が1年延長して全業種に広げたと。それをやめるなんていうところは理由、どこにも理由がない。しかもこの緊急補助を打ち切れば、もう一つの弊害が懸念されます。今度の補正予算では、借り換え保証を拡充するとしています。これは我が党も再三要求してきたことでありますけれども、緊急補償の打ち切りでセーフティーネットの保証の対象が狭まると、一般保証で借り換えることになります。ところがこの一般保証は部分保証ですから、金融機関がうんと言わない可能性が出てくる。だから結局使い勝手が悪くなるわけであります。だから緊急補償はこれはやめるんじゃなくて継続すべきだと。これまで民主党政権取ってきた立場から言ったって、ここでやめる理由ないじゃないかと。
総理、深刻な経済情勢下の中小企業の苦難に大田区のこと言われました。心寄せるんだったらここで継続を決断と、これこそ必要なんじゃないでしょうか。いかがですか総理。大畑経産大臣。家財委員のご意見も私自身も思うところあるわけでありますが、ただ実績としてですね、先ほど申し上げましたように平成20年の時には13万件の利用者がございました。そして平成21年の12月には6万7千件でございました。それが1月には2万8千件、それから3月に年度末ですが6万5千件、そして4月には3万件、それがずっと続きまして10月には2万6千件、まあ、こういう11月に まだ中間でありますが、いずれにしてもこういう形でこの利用者というのは徐々にありますが下がってきているというのも実態でございます。まあ、そういうことから12月3月までこの制度が使えるわけでありますから、これを使った以降はですね、先ほど申し上げましたような形の制度に切り替えさせていただきたい、こういうことを申し上げたわけです。葛西君。大臣は減っているとかっていうで時期のところをいろいろ数字上げられますけどね、違うこと言ってる。必要としている中小企業はたくさんあるわけですよ。しかも時期時期によって違うってこともお見たいになっている。必要な制度だったら継続するということでなぜ踏み切れないのかと、総理、本当にこれはちゃんとやるべきだと思うんです。総理はあなたの内閣で中小企業検証を閣議決定しました。検証では中小企業は国家の財産ということで、その役割と重要性を述べています。行動指針でも中小企業向けの金融を円滑化すると掲げているわけでありまして、そういう中で緊急保障の打ち切りというのは全く逆行すると、中小企業を日本経済の根幹にふさわしく本格的に支援する政治への転換強く求めたいと思います。ぜひこれ再検討してもらいたいと、継続ということでやってもらいたい。総理いかがですか。最後の質問ということです。菅直人君、ま、内閣総理大臣。趣旨は大変私も共感するところも多いわけです。同時に大畑大臣が現状を踏まえて考えていただいておりますが、委員の申されることも私もいろいろ感じるところもありますので、大畑大臣に来年度の予算に向けてですね、さらに検討を お願いしたいとこう思います。はい、葛西君。最後に一問、就職マナーの問題でこの間の質問に関連して文科大臣に伺いますが、去る10月13日の党委員会で取り上げた新卒者の就職難ますます深刻です。文科省厚労省の調査でも来年卒業予定の大学生の就職内定率は10月1日現在で前年同月比 4.9 ポイント減の 57.6% で、調査を始めた1996年以降で最悪となったと。対策待ったなしだと思います。新卒者の採用枠拡大とともに過熱した就職活動を是正するための大学経済界、そして政府の3者による協議について提案いたしました。文科大臣もできるだけ早く開会したいと言われましたけれども、直ちにやるべきだと思うんですが、いつやりますか。高木義明文科大臣。葛西委員にお答えいたします。新卒者等の就職問題の厳しいのは大学等の関係者から報告を受けております。私も就任以来この問題については経済団体大学とも面談をし、なんとかその改善を求めて努力をしてまいりました。新卒者をめぐるさまざまな雇用問題について経済団体そして大学関係者等の意見交換の場を来週22日にも関係省庁との連携を取りながら設定をしたいと思っております。今後とも改善に向けて努力をしたいと思います。葛西君。ぜひやってもらいたいと思います。企業の自己責任に任せて事態が急速に悪化したという中で、やはり政府の役割決定的と、三者協議で必要なルールもきちっと作って実効性を持たせると、これが政治の役割だということを強調して質問を終わりたいと思います。